しばらく歌ってなかったんだけど、アンプ、ギター、押し入れにしまっちゃっていたんだけど、そんなに間を空けずにまたやりたくなってしまって、今この写真のような状態、元に戻した。今までこの真ん中、真ん中じゃね、左の方のアンプ、それ片付けて、そこの位置に iPad Pro でほとんどゲームばっかりやって、一日ゲームばっかりやって過ごしてたんだけど、まあこのアンプの前に今 iPad を置いて配信してるんだけど、 iPad、アンプをここに置かないと、で椅子に座ってアンプと椅子に座ってる自分の間にちょうど狭い空間に iPad を置いて、そこで両方背面からギターの音、前の方から俺の、うん、歌声を前後から iPad に録音してるっていう感じなんだ。何を言ってるか、まあゲームもずっとやってたんだけど、結構進んだな。あの RPG はね、だいたい3つぐらいやってんだけど、全部ソシャゲなんだけど、リズムゲームとソーシャルゲーム、リズムゲームと RPG をまあだいたいメインにやってるんだけど、ガルパとかアイドルマスターとか、なんだっけ、いろいろあるじゃん、あのまあ5、6個7個全部似たり寄ったりの、まあいろいろリズムゲームやってて、で RPG 系は、ほとんど声優が喋るやつで、あとほとんどオート戦闘ばっかりで見てるだけみたいな、あとは育てるためにちょっとこう、なんかね、育成みたいなことでやって、すっごく楽でさこれなんかでも昔の FF とかドラクエとか結構こうなんか地図であちこち歩き回ったり、なんかこう武器を持たせたりジョブチェンジしたり、かなりめんどくさいことやってて、戦闘のたびにも攻撃だ、回復だ、全部それを自分でコマンド選んでたんだけど、今のはなんかオールお任せでサク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 、なんか声優が喋りながらポンとこどんとこ進んでくれて、で2倍速とかなんかあって、通常でも結構早いんだけど2倍速でどんどん戦闘して、どんどん魔物やっつけて勝手にレベルアップ、あと装備とか、成長のこともお任せ装備とかそれまでお任せなんだね。自分でまあこいつにはこの武器を持たせるとか、ここの部分を伸ばすとか、まあ自分で選ぶこともできるんだけど、まあそれもたまにやるんだけど、大体一番簡単な方法でお任せのレベルアップ、お任せ装備みたいなで毎日必ずあのログインしてログインボーナスをもらって今んとこやってるね、RPG、 まあ RPG と言えるんだろうな、あのなんだっけな、あの、どれもね、なんか3つメインにやってるのが、なんだっけな、あの プリコネってやつねプリコネと、なんだっけな、あとこの世界、この素晴らしい世界がどうとかってやつね、それと、あ、なんか揺れてる、地震かな、風かな、まあそんなでもないか、あとなんだっけな、もう一個はあの少女歌劇レビュースターライト、その3つどれも大体似てるようなんだけど、全部オートで全部2倍速でなんでこんなにゲームの話を長々と。で今まであの30分ずっとライブやってて、で途中からは15分にしたりして、また30分に戻して、そして途中からは1曲ずつでブチブチ切っててみたいなことやってたんだけど、またまあコロコロね、もうスタイル変わっちゃう自分がいてでまあどっちみち俺の聞いてくれたライブを聞いてくれる人とか、 YouTube に転載してもそれ聞いてくれる人ほとんど、まあ、いないんで、まあいいやっていう感じ、ね、だからただあのそう1曲ずつは楽というけども、1曲ずつ切ってっていうのもめんどくさいし、まあダラダラやってるっていう点では30分がまあいいかなみたいなこの間その30分を否定していて、やっぱり1曲がいいとか言って、まあどっちも長短あるよな。
だからまあその時の気まぐれであんまりブチブチ1曲ずつ切って、はい5分終わり、今1曲だったから終わりみたいな、はい天才とかいうのもいいようで悪いようで、で今回まあ久々だからまあダラ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 喋ってダラダラ数曲歌うみたいな、こういうまあなんていうんだろう、どっちにしろ暇つぶしだからね、ゲームばっかりやっててもまあ飽きちゃうんで、世の中にはさずっと歌ってる人とかもう何十年漫画を描いてる人っていうなんかまあその人の私生活見てないから分かんないんだけど、なんか延々飽きずにその一つの漫画描きをずっとやってる人とか、まあ傍からそう見えるんだけどさ、この人ずっと何十年も歌ばっかり歌ってんのかなとかっていうか、まあインターネット上に発表するものはそうなんだけど、まあその人はいろいろ他にもいろいろやってるんだろうけど、で何て言うかな自分の自己顕示欲っていうか、世の中に発信するものを漫画で発信するか、歌でギターを弾いて歌って発信するかみたいな、それぞれなんだけど、まあその一部分だけを見てるからあれなんだけど、この人歌ばっかり歌ってるなとか漫画ばっかり書いてるなっていうによくそれは飽きないなみたいな思うんだけど、まあ歌って書いてみたいな両方やってる人もまあいろいろいるけど、俺って本当飽きっぽいんだな。それでもまあ歌も昔から歌ってたし、漫画も書いてたから、休んだり飽きたりまた始めたり、まあね行ったり来たりして一つのことずっとやっていくとどっかで飽きが来ちゃう、しばらく休むとまたやりたくなる、まあそんなもんかなみたいな。でもうどのくらい休んでるか知らないけど、ほんのちょっとの間ギターをしまい込んでたらまたやりたくなって、そしてまたこうずっと毎日やってるとまたそのうち飽きるんだろうけど、まあいいやそんなことはどうでも。じゃあ吉田拓郎の青い夏。日傘ゆらゆらすらりと伸びた長い足、青い夏が駆けてゆく、僕は昼寝を口実に泳げないの幸いに、女の子ってやっぱりいいな、裸の子ジャブジャブ、おちんちんさえ可愛くて、青い夏がはしゃいでる。君は夏みかん剥きながら、早く子供が欲しいな、わざと言ってため息一つ、裏盆へチラチラ灯籠流し水明かり、青い夏に祈りあり、いつか滅びるこの海が肌をじりじり焦がすので、今夜きっと寝つかれぬでしょう。かなり早めに走りで走りまくって歌っちゃったな。ちょっとあのギターのボリューム上げたりつまみを微調整したので、まあ
ターの音量と声のバランス、まあテスト的にたまには変えてみるのもいいかなと。エレキギター弾いてるとどうもキンキンする音が耳障りだったので、アコギに近いようなちょっとソフトで、低めベース音がもわっとした感じに入ると、まあじゃあ生ギターフォークギター弾けよっていう感じな。でもエレキギターしか持ってないから、まあ、もう一回一個、まあ、拾ったクラシックギターはあるんだけどあんまり良くないので、まあ、弾きやすいのはエレキギター。エレキギターでフォークソングを歌うから、まあそれで音はフォークソングのフォークギターのような音を、まあ自分は望んでるんだけど、まあそりゃそうだよね、フォーク歌ってんだからフォークギターのような音をしてくれた方がいいに決まってるんだけど、持ってるのはエレキギターなのでエレキっぽくない音を出したいので、ちょっとまあつまみをいじってみたりしたんだけど、どうもな、俺昔から早歌いしちゃうんだよね、早く終わっちゃうんだよね、急ぎすぎ。じゃあ努めて極力遅く歌おうと自覚しないと早すぎちゃうんだよな。じゃあ旅の宿、なんかねさっきは笑いが出なかったけど、ちょっと油断するとまた意味もなく途中で歌うの途中で笑っちゃって、この間も旅の宿かな、落葉かな、 4,5 回笑っちゃって、浴衣の君、あれ旅の宿の画面出してなかった、これじゃあどっかで分かんなくなっちゃう、どこに入ってんだろう、旅の宿。これいいね、久々にあの用意万端整えてやるんじゃなくて適当に曲を探しながらやるみたいな、このダラダラ感が気楽でいいなと思って。でも曲いっぱいこの古い iPad に入れてあるんで曲を探すのが大変だよ。あったあった、浴衣の君は涼しい、肩の君はすすきのかんざし、熱燗とっくりの首つまんで、もう一杯いかがなんて妙に色っぽいね、僕は僕であぐらをかいて、君の頬と耳は真っ赤か、あふるだなんて一つ俳句でもひねって、部屋の明かりをすっかり消して、
ずこの、なんだっけ、ツイキャスの配信画面、配信アプリのどこをどう見りゃいいんだって、これ始まってどのくらい経ってんのかな、虫眼鏡で、今配信してるよね。開始からどれくらい経ってんだ、どこ見りゃいいんだ、前とちょっとレイアウト変わっちゃってんだよね。あ、15分、おお、16分になったね、30分だと気楽でいいね、そんなに焦らなくてもいいから。じゃあ祭りの後、ちょっと奈良が出ないんでちょっとこれを休み、結婚しようよ、結婚って聞こえたの、結婚しようよ。木を調べない、僕の髪が肩まで伸びて君と同じになったらもうすぐ春が、便器を肩に、歌えそうだな。じゃあ結婚しようよ。僕の髪が肩まで伸びて君と同じになったら約束通り町の教会でしようよ。古いギターをボロンと鳴らす白いチャペルが見えたら仲間を呼んで花をもらおう、結婚しようよ。もうすぐ春は天気を肩に、花畑の中を散歩に来るよ。そしたら君は窓を開けて寝くぼを見せる。僕のために僕は君をさらいに来るよ。結婚しようよ。テストしない、時々低音部が出ない日が何日かに1回やってくるんで、うかつに始めちゃうと低音部分があれなんか出ねえやなってなっちゃう。ちょっとテスト。絞ったばかりの夕日の赤が水平線から漏れている。いるがちょっと難しい。漏れている、ギリギリかな。じゃあちょっとやってみよう。落葉。
から漏れている苫小牧発仙台行きフェリー、あのじいさんと来たらわざわざ見送ってくれたよ、おまけにテープを拾ってね、女の子みたいにさ土産にもらったサイコロ二つ、手の中で振ればまた振り出しに戻るたびに日が沈んでゆく、女や酒よりサイコロ好きで、すってんてんのあのじいさん、あんたこそが正直者さ、この国と来たら欠けるものなどないさ、だからこうして漂うだけ、土産にもらったサイコロ二つ、手の中で振ればまた振り出しに戻るたびに日が沈んでゆく、サイコロ転がし針金なくし、風天暮らしのあのじいさん、どこかで会おう生きていてくれ、ろくでなしの男たち身を持ち崩しちまった、男の話を聞かせてよ、サイコロ転がして土産にもらったサイコロ二つ、手の中で振ればまた振り出しに戻るたびに日が沈んでゆく、最後の方戻るたびにのところでちょっともたついちゃったな、難しいね。文字をこうなんか追う目が、なんか先々にこう次ここを歌う次ここを歌う、カラオケの歌う割と同じで、なんかこう字をただリアルタイムで追っかけて歌ってると、なんか次がこの言葉を歌うんだなって、ちょっと右の方を見て右を見て、なんかあの予測運転みたいな、高速道路を走るときにとか、十字路来るときに出て、あのなんか飛び出てくるかもしれない、予測しながら緊張感を持って車も走らなくちゃいけないんだけど、歌も今見てる文字のちょい右を見ながら歌っていかないと、覚えたつもりの歌がなんか一瞬、ほんの一瞬出遅れちゃうなってことがあるんだよな。じゃあなんか今日割と、あんまり爆笑問題にもならずに、本当笑い虫が出てくると笑い転げちゃって全然進まないんだけど、あんまり爆笑問題にならずに、まあスムーズに歌えてるので、あと6分か、じゃああと1曲だけで終わろうかな。雨が空から降れば、街を歩けば
街は雨の中、この街も雨の中、電信柱もポストもふるさとも雨の中、しょうがない雨の日はしょうがない、公園のベンチで一人、お魚を釣ればお魚もまた雨の中、しょうがない雨の日はしょうがない、しょうがない雨の日はしょうがない、空から降れば六文さん。ああ久しぶりに久しぶりに喋って歌って30分。これやっぱり定期的にやらないと声は出なくなるし、頭もボケてくるから、うん、なんかね、無意味じゃないんだよね、これ喋って一人言を喋ったり歌ったりするのって無意味じゃないな、まあ、毎日の散歩みたいにこの指使って声を出して頭もそこそこ働かせながら目も使い、うん、まあ道を歩くのと同じようなことだね。こういうことを漫画もそうだよね、漫画もアイデアを考えて絵を描くってことは老化防止にいいんだな弾き語りも漫画描くのも、うん、老化防止にいいわ。なんか続けよう、あんまり気負わずにこういう形で、こういう形のものをアップするとかあまり考えずに、なんかただやることに意義がありそうな気がするので、ってことで今宵はここまで、今宵じゃねえけど今宵はここまでにしとうございます。